今回は科学実験シリーズの濡れない砂。まずこの袋の中にピンクと青の砂が入ってました。本当にこれだけ。じゃあまずはこの青の砂を入れていきたいと思います。スプーンに入れた砂を水にいきます。あ、浮いてる。え、全然沈まなくない？これ。 あ、沈んだ。これ一気に入れた方が沈むかもしれないです。いきます。はい、濡れてないかな。ちょっと一回触ってみます。よっ。あー、濡れてないかもしれない。 取り上げてみましょう。めっちゃサラサラしてる。あー、すごいかも。でもなんか臭い。こんにゃくの匂いする。 せっかくだからピンク入れよう。いきます。おお。 あれですね、ちゃんとさっき入れた青の砂の上に乗っかってますね。ちゃんと固まってる。これ混ぜるとどうなるのかな。なんか水の中で砂を混ぜると粘土みたいに、全然感触は粘土じゃないんですけど、見た目がすごい粘土みたいにピンクと青が混ざり合いました。不思議。これを持ち上げてみると、うわー。 地味だな。水の中に入れて濡れないんだから、今度砂を持った上にちょっと水を垂らしてみようかな。このくぼみに水を垂らしてみましょう。あ、すごい、かわいい。ちゃんと水が浮かんでる。プルプルしてる。水が染み込みませんね、砂の中に。見えますかね？今、水の上に砂かけてるんですけど、弾いてますね。崩してみましょうか。うわー、流れたー。この水が吸えるのか試してみます。すごい、全部吸えました。で、砂はちゃんと乾いてます。なんでだろう。ちゃんと説明書に書いてありました。この砂はシリカっていう砂の粒の表面をシリコーンという合成樹脂で覆われているそうです。周りのシリコーンっていう合成樹脂が撥水性を持ってるから水に濡れない性質になるそうです。で、その水を弾くっていうのはイコール水を引きつける力が弱いことを指すんだそうです。水を引きつける力が弱い。
水を引きつける力が弱い。どういう意味だ。じゃ普通の砂とかは水を引きつける力が強いの？え？水を引きつける力ってなんだ？普通の砂とか石とか岩は砂とか一粒一粒の中に水を、まあ、吸収する引きつける力はあるんですけど、今回使ったこの砂はその引きつける力が弱くてです。水自身の表面張力の方が強いから濡れない砂になるそうです。不思議な砂ですね。はい。では以上、科学実験シリーズでした。さよなら。